高南高等学校は、1923年1月、兵庫県に設立された私立の旧生7年生、高等学校である。なお、本項目では、同校の前身である、高南中学校についても記述する。平尾八三郎ら関西在住の在界人によって、設立された財団法人高南学園を設置者に、改正高等学校令に準拠して設立された。 国内では、旧制武蔵高等学校に次いで2番目に、設立された、私立旧制高等学校である。旧制中学校に相当する4年生の尋常科と、大学予科に相当する門下、理科からなる3年の高等化が設置された7年生であった。学生改革にあたっては、高等化は、新生高難大学の分離学部に、尋常科は、新生高難中学校、 高等学校となった。全国の高等学校の中では最も生徒数が少なく小規模な学校であった。卒業生は京都帝国大学などに進学した。体育重視の教育方針からスポーツの課外活動が盛んであり、また富裕な家庭の指定が進学する高校として知られた。平尾八三郎東京海上保健専務であるとともに、 教育者としても知られていた実業家、平尾八三郎は、阪神館に在住する財界人による港南幼稚園、高南小学校設立の企てに参加し、ついで、これらの学校の経営を軌道に乗せていた。彼は次に、旧正中学校、旧正高等学校を設立することを構想し、伊藤中財閥二代目当主である伊藤中米に、 アメリカの教育制度についての調査を依頼する一方、久原財閥総帥久原ふ之助らの資金協力を仰いだ。その結果、1918年12月には、高南中学校の設立認可を得、翌1919 19年4月、旧制高南中学校を開校、初代校長には、小森圭介が就任した。この際、公名につけられた高南は、 六甲の南を意味し、明治末期以降この界隈を指す地名として定着していたものである。ついで平成は、七年生旧制高等学校の設置を認めた改正高等学校令に基づき、港南中学を母体として七年一貫教育の高等学校を設立する準備を進めたが、1920年の戦後恐慌発生により資金提供者の久原が破産、平成や、 伊藤も、会社の経営で窮地に立たされることとなった。しかし平成は新たに、岩崎久茶や野村徳七らの援助を得ることでこの危機を乗り切り、1923年、はじめ、高南中学を改祖した、旧制中学総統の尋常化4年、大学予科総統の門下、理科よりなる高等科3年の7年生、高等学校の設立が認可され、4月に、 財団法人高南学園を設置者とする高南高等学校が開校した。この際、高南小学校から高南高等学校人上階の進学は入学試験が免除となり、高南高校の初代校長は高南中学校長を務めた小森圭介がそのまま留任した。しかし、反面、平成により当初構想されていた旧制大学までの設立構想は、 大政難により頓挫を余儀なくされた。1926年4月には、私立高等学校のトップを切って、第1回卒業式が挙行され、43名が卒業したが、この際東京帝大が当初、私立学校出身者の受験は、前例がないとして、高南高校出身者を門前払いしようとしたものの、校長の直接交渉によりようやく受験が、 認められたというトラブルも生じている。高南高校では、平成の教育理念に基づき、生徒数を約500人に絞る少数教育を実施し、また当時の観光立学校で見られた知識詰め込みの確一的教育に反対して、特育、体育を重視する教育方針が取られ、また、 教員の選定にあたっても研究者タイプより熱心で技能に優れた教育者タイプの人材が求められた。このような教育の成果の一つとして、スポーツの課外活動が盛んに行われ、1939年にはインターハイで6種目優勝の記録を作っており、旧正高校の中ではインターハイ陸上競技の優勝回数は通算21回で学習院、参考に次ぐ、 第3位である。しかしその反面、当初からの経営難に加えて、少人数教育が、たたり、生徒1人当たり100円の授業料を徴収しても、経常費が賄えず、しばらくの間財政的に苦しい状態が続いた。同時に、高難性の出身家庭は、高額な授業料を拠出できる層に限定されるようになり、1938年の調査では、出身家庭の 浮遊度が全高校中トップとなっているその一方で1920年代後半以降は左翼学生運動が盛んになり、1924年結成の学生連合会には学内サークル社会科学研究会が参加しており、1928年の3.15事件では生徒1名が検挙、 1934年1月には強制高南藩の帰還し白亜城の発行グループ9名が検挙され、うち1名が起訴される白亜城事件が起こっている。1938年7月の阪神大水害に、再始、高南高校は、高知、施設などに大きな被害を受けた。しかしこの際、全校生徒は復興勤労奉仕作業に従事し、また、 高南校も岡本地区の水害避難者救護のため、校舎を開放した。第二次世界大戦後、高南高等学校を含む私立の旧正高校は、学生改革に際し新成高等学校への移行か、あるいは新成大学への昇格のいずれを目指すのか、という重大な選択の起労に立たされることとなった。旧正高南高校では、理事、教職員、学生、 同窓生などの間での活発な論議が戦わされた、結果、新生大学への道を取ることになり、尋常化を母体とする新生高難中学校、高等学校の発足を経て1950年3月に廃校、翌1951年4月に高等化を母体と、する新生高難大学分離学部が発足した。旧生高難中学校、旧生高難高等学校1 9十九年の、 旧制高南中学設立時の高地は、当時は一面の農地が広がっていた兵庫県、向こう織本山村大技岡本の二学僧三六の地である。近隣に所在する二学僧は、かつての大谷光水の別荘で、彼が失脚した後高南学園の支援者、久原久之助の手に渡り、中学設立時には新校舎などの施設が整備、されるまでの間、二学省内にあった。 大谷の私塾、向子中学の行動などが流用された。翌1919 19年には、高知の南に、阪神急行神戸線が開通し、最寄り駅として、岡本駅が開業した。中学開校の4年後1923年に、開校した高南高校は、同校の高知をそのまま継承し、同年、高等学校校舎としては、 全国初の鉄筋コンクリート作りによる本館が建造された。岡本コーチは1937年に拡張がなされ、1938年の阪神大水害で大きな被害を受けながらも、新生以降まで維持された。岡本コーチは、新生以降により発足した高南大学及び高南中学校、高等学校のコーチとして継承されたが、 高知が強唱となったため、1963年、中学校、高等学校の高知は、芦屋市に移転、現在は、高南大学岡本キャンパスとして維持されている。岡本キャンパスは1995年の阪神、淡路大震災により大きな被害を受けたが、この時、新生移行後の高南大学1号館として使用されていた、旧西高校時代の本館も、 被害を受けて解体され、1997年に、旧本館の外館を模した、新一号館が再建された。また、その前年の1996年には、開校77年を記念する、旧正高南大会が、岡本キャンパスで開催され、同キャンパス内に、旧正高南西この地から巣立つと題された石踏みが、混流された。ありがとうございます。